仮引きたいな。占いでもいいけどな。これ人狼多くね。なんかこれ人狼の比率がやべえな。これ微妙。これ白色顔の禁止でこんだけ人狼来るんか。これはなんかな、勝てる気しないな、なんか。あゆさん、スパチャありがとうございます。ちょっともうこれスパチャ来たんで頑張ろう。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。1番のプレイヤーは発言してください。はい、じゃあね。よろしくお願いします。あ、ボルシガさん、スパチャありがとうございます。できればあげてほしいです。で、まあ、最悪ね、わからなかったって方もいるでしょう。だから、わからなかったって場合は、わからなかったって言ってください。例えばね、全員白く見えちゃったからわからなかったですとか、そういう発言は絶対してください。ただ、村の流れに合わせた白黒っていうのをやめてくださいね。村が一番さ、例えば全員黒いなって言ったから、じゃあ一番さは黒い。それはやめてくださいね。こういう理由で一番が黒いと言ってくださいね。うん。単純にそういうことです。あとは、そんなとこですかね。だから、流れとか全然気にしないで、自分の思ったことを言ってください。はい。僕はそっちの方が色がわかるので、そうしてもらえないと逆に濁って困ります。以上です。あれ？押せないや。2番のプレイヤーは発言してください。はい。おはようございます。1番さんの印象は、特にないですね。そんな、なんだろうな。一番さんの印象特にないな。黒くも白くもない。まあ、10段階評価で5が普通だとしたら6ぐらいの印象。喋り方的にね。あと、最近思うのは、白目黒目あげるのもいいんだけど、どちらかといえば、その理由の方が大事だなって思ってて、結構オオカミって村がこのスケール描いてる人が多いから、そのスケールに合わせれば釣れるとか考えるから、実際どうしてそう思ってるのかとかいう理由の方に重く置いてほしいな。複数人に当たるより、その人がこういう理由でめちゃくちゃ白いとか、そういう方がありがたいかなって思います。3番のプレイヤーは発言してください。1番さん、2番さん、思いのほか発言伸びてるね、初手の1、2番手で。印象いいっすね。特に1番さんに関しては印象いいかな。俺もね、進行論よく述べるんですけど、本当に余計なことはしないでもらいたいタイプなんですよ。分からなかったら分からないでいい。それで村かろうか自分判断できる人間なので、俺もそういう風にしてもらいたいかな。無理くり色つけたり流されるのもやめてほしいし、2番さん自分の進行論持ってたしね。進行論の違いだけで白黒自分つけないけど、1、2番さん相当自分の中で印象いいっすね。まず初日のツイーチ上げないかなと思ってる。その辺ですかね。4番。のプレイヤーは発言してください。俺はちょっと考え方が違うね。しっかりミスリードしてもいいから色付けをしてってほしいかな。そこに便乗するかしないかで、俺は判断した方がいいと思ってる。俺は、ウォルトさんは感覚的になんとなく黒いと思ったよ。これは感覚ね。申し訳ないけど、感覚なんで、そこで俺は1番さん狼持ってる。沢優さんは結構考察的に白いと思った。理由つけてって言ったとこが、俺は2番さん白いと思う。で、3番さんに関してはヘイトを買いたくない人狼あると思う。色をつけないでヘイトを買いたくない人狼あると思うから、俺沢優さん白く見てて、ウォルトさんとハルファイターさん人狼目で見てるかな。二人とも人狼って追うわけじゃないけど、結構人狼目があると思ってる。5番のプレイヤーは発言してください。カネさんスパチャありがとうございます。全く違ってしまう。1から3番さん、印象良かったけどな。1番が感覚で黒いっていうのはちょっとわからないです。うん。2番さんはまあ10点満点で6という1への評価。1番さんっていうのは例えば進行論で色落ちしないっていうので片付けがちになるところを2番さんなりに精査している印象があったので2番さん好印象。で3番さんは1と2をすらないとまで言ったんですよね、初日。そこでヘイト買いたくない人狼っていうふうには僕見えなかったけどな。ヘイトを買いたくない人狼のムーブだとしたら、1、2番さん好印象だけでとどめればいいんじゃないかなって思ったんで。だから単純に4番さんとは視点が合わない。4番さんが一番怪しいですね。6番のプレイヤーは発言してください。今一番白くみたいな3番さんですね。別に俺も1、2の印象めちゃくちゃ良かったんで、そこの視点が似てたって感じ。時点で5番さんかな。1、2、3全然印象俺も悪くなかったんで、その視点が同じだったことからね。でも別に俺4番さんは黒いとは思わなかったね。狼探す意欲はあるように感じられた。で、1番さんも2番さんも俺は印象いいことから、正直言って今のところ黒いなって思った一人もいませんね。これが俺の意見です。1、2番さんも発言伸びそうでめちゃくちゃ印象いいですし、3番さん、1、2番さん、印象いいって言ったの同じでした。で、4番さんも4番さん自分の意見を持ってて、狼探す意欲があるのかなと思って、4番さん別に印象は悪くないです。白まではいかないけど印象は悪くないですね。で、5番さんもね、そこして、4番さん黒目で見たのはちょっと違うけど、1、2、3、印象いいっていうのは同じだったんで、今のところ別にめちゃくちゃ黒いなっていう人はいません。以上です。7番のプレイヤーは、発言してください。はい、7番村人陣営でした。よろしくお願いします。個人的に聞いてた限り、1番さんと2番さんはほぼ格白と言っていいレベルで白いです。まず1番さんが白かった理由ね。便乗で黒いのはやめてください。確かに進行論で色って落ちないんだけど、1番さんの喋り方的にはリラックスも感じた。1番さんは白にめちゃめちゃ近いかなって印象かな。で、2番さんね。その1番さんに対して印象が特にないって言って、複数黒い人はあげろと言った。この点1番さんのね、なんていうの、進行論みたいなやつに乗っかって進行論を付け出してるあたり、2番さんも村目かなと思ってる。だから1番さんが今一番白いかなって感じ。で、3番さんね、3番さんに限って1、2が印象いいって言ったところ、初日の釣り位置上げない。でも3番さんね、初日の釣り位置上げないって、言い過ぎかなと思った。1、2、3は確かに白いけど、釣り位置に上げないのは早いのかな、3人目でって思った。で、次4番さんね。4番さんは1、2、3とは別の視点で話していたよね。でも4番さんは1番が黒いと思った。で、2番も白いと思っ2は白いと思ったっつったよね。でもね、3はヘイトを買いたくない人狼なのかなっていうのはちょっと近かったかな。なんでかっていうと、3番さんは釣り位置に上げないって言ってるんだよね。ただ釣り位置に上げないってことは1、2の印象がいい。要するに白いというふうな捉え方もできるんだよね。これをヘイトを買いたくない人狼っていうのはおかしいんだよね。3番さん目線、1、2を叩くことが後半できなくなると思うんだよね。この点、ヘイトを買いたくない人狼ではないと思った。って感じかな。で、1、3人狼目があると思うも視点が違うかな、4番さんに限った。で、5番さんね。5番さんの発言どうだったかな。4が一番怪しいって言ったんだけど、2の精査をしてなかったんで、1と3の精査はしていたが、2番さんの精査がしていなかったんだよね。これ4番さん、一番怪しいって言ったところ、2の精査してないのになんで一番4番さんが怪しくなったか。この理由をちょっと明確に説明してほしいかなって感じ。で、6番さんは、ヘイトを変えたくない狼に見えた。理由は、全員を、殴らなかったからね。って感じですかね、以上。8番。のプレイヤーは発言してください。占い師をします。6番さんがランダムで占われて白と出ました。6番さんがランダムで占われ、全然下回らへん。白と出ました。今日釣り位置に上げるとしたら7時点で4。理由を言います。1番さん、正直その位置では入れ落ちないです。で、2番さんの、理由が大事っていうところを強調してたんですが、それはムラリがある発言かなと思ってます。印象はいいといった感じです。1番さん、色落ちなし、2番さん、印象がいい。で、3番さんは、1、2の印象がいいと言ったんですが、1、2の考え方は違ったと思います。1番さんは白黒を上げる、2番さんは理由をつける。で、1、2をまとめて印象がいいというところで、4番さんは黒っぽいかなと見てます。で、3番さんは黒っぽいかなと見てて、4番さんに関しては考え方が全く一緒だったので、同時円だと見ています。5番さんはそれの逆で、考え方が真逆だった。ただ、7番さんは、1、2、各種番のプレイヤーは発言してください。はい、占い師です。1白でした。1白と出ました。はい。それでは考察していきます。2番さんに関しては、5番さんが普通なら5が普通なら、6くらい。まあ、10段階評価みたいなことしてましたね。うん、割かしいいんじゃないかなと思いました。2番さんは、いい印象です。3番さんに関しては白いと思いました。3番さんは白いと思いました。3番さんに関しては、1、2は、釣り地ではないとまで言いました。自分で自分の首を絞めているような行動。3番さん白いと思った。4番さんに関しては、そこで3を黒いって言ったのは若干視点が合わない。うん、なので4番さんに関してはどうなのかなっていうところで、あまり印象を持ってません。5番さんに関しては視点が似ていた。5番さんに関しては白いと思った。ちょっと追加できないんで急ぎます。7番さんは黒いと思った。ちょっと時間がないな。2周目説明します。7番さんは黒いと思った。1番のプレイヤーは発言してください。マジで ?8、9、両方とも7番黒いと思ってる。7番さん、俺最終読体レベルなんですけど。で、5番さんが2番に突っ込まなかったのはおかしいと思う。妥当じゃないですか。考察聞いていて僕、あ、そういう視点かと思って聞いてましたよ。結構7番さんに関しては、僕にない発想をもらったし、まあ、6番に関しては僕は違うんですが、印象は。6番は結構ムラではないかなと思っている。4番をかばう必要性がありますかね。46狼でなかった場合は結構6番は白いのではないかと思ってます。3番も結構白いと思ってます。3番も結構白いと思ってます。3番に関してならば、1、2はもう釣り1にしないという、あ、追加してませんけど、大丈夫ですかね。一応してません。はい。3番は釣り1にしたいので、結構3は1、2を釣り寄すことがもうできないぐらいなんで、結構白っぽくされちゃってるんですね。3番が狼やった場合。って考えた場合、3番は白いのではないかと思ってます。今白く置いてるのは3、6、7です。5番に関しては若干わからないって感じがしました。さっきの7番の考察聞いてね。うん。2番のプレイヤーは発言してください。5番最白、7番時点、4番黒目。6、8、9、1に絶対一郎はいると思う。理由説明していきます。まず単純に4番さんっていうのは話し始めに、僕は白目黒目はたくさんあげてほしいと思うけどっていう否定から入ったんですよ。で、僕は白目黒目はそんな無理してあげなくていいっていう思考だったんですね。僕に対する思考、逆に僕に対する反対思考から入ったのに結論として僕白になってるっていうのが思考のまとまってない狼に見えた、4番さんが。うん。で、5番さん白いと思ったのは、1、2、3全員に精査入れてた子。7番さん、5番さんが2番さんに精査入れてないって言ってたけど、5番さん、2番さん10点評価して印象いいって言ってたから。そう。でもそれでも7番さんはちゃんと、5番さん、3番さん白目あげて4番さん黒いって言ったから白いなと思ってる。今日4番さん釣りたい。うん、囲いか占い振動のどっちか。3番のプレイヤーは発言してください。今困ってます。村で置いてるのが5、6、7、1、2。正直タクマッチの怪しいとこしか見当たらなかったな。タクマッチはね、いつもね、自分でね、黒い1上げるときは理由を言えみたいなこと言ってるんだけど、1番さんに関してはフィーリングで黒かったっていうところに黒要素を感じたかな。で、5番さんに関しては4番さんと考え方が違うって言ってたので、速攻で村マークつけた。6番に関しては釣り位置上げてない。狼だったら無理くり釣り位置上げてくる。6番白く置いた。7番1に村で置いてる。7番白く置いた。1番白で置いてる。で、当然2番も白く置いてる。今日の釣り位置4番一択です。8、9新月ではまだ分かってない。7を釣り寄せ理由が分からんな。8、9もう一回考えてくれ。4番のプレイヤーは発言してください。俺釣り位置になってるんで、もう出ますね。俺霊能です。なんで俺3番さんかなり人狼、いや、けどね。けど3番さんは1番さんを白く言ったんか。だからモノズーさんが真であれば1白か。俺8番さん、俺6番さん結構黒いと思ってて、そこを囲った8番さん結構2攻めがあるかなと思ってる。ただ今日6釣りはできないんだろうから、573でいくと、やっぱり俺を釣ろうとした3番さんが濃厚かな。7番さんは結構考察伸びるんで、初日は残しときたいかな。あと、ハットサブレさんが時点で怪しいかな。今日は3番さん入れます。5番のプレイヤーは発言してください。はい、4番さん、霊能しようか。僕、霊能ではありません。うん。まあ、もしこの後で霊能がいるんだったら出てほしいけど、まあ気になってるところ。じゃあ、一旦4番さんが死んでるのと仮定して、2番さんかなり白いと思ったな。で、3番さんも、白目だと思った。56712を白目っていうのはね、ちょっと人狼では言えないんじゃないかなと思いましたね。で、12白置きも変わってないし。僕、7番さんちょっと気になったんだけどな。気になった点は、12を隠白って言ったんですよ。で、その後で3番さんは言い過ぎって言ったんだけど、それ矛盾してないかな、言ってることが。自分も隠しろって言ってて。で、8番さんも気になったところがある。7と4を最初に怪しい点で上げたんだけど、その後で3黒4同陣営ってブレたんだけど、それはどういうことなんだろう。8が2攻めに見えている。6番のプレイヤーは発言してください。俺もう4番さん正直言って役には見えませんね。3番さん最白でしょ。3を釣り寄してる意味がわからない。俺1、2、3どこかに霊能いるんじゃないかなと思ってる。7番さん出なかったらね。俺はそう思ってるぐらいもう4番さんの霊能はもうないと思ってます。はい。で、で正直5番さんもなんか2周目で黒くなったなっていう、釣り値一切上げないんですよ。で、4番さんがね、最後に事前で5も怪しいかなって、安直だけど俺4号ラインかましてんじゃないかなって若干思いました。いや、俺7番さん白いと思うよ。で、3が最白ね。俺はね、事前で7かなって思ってる。いや、俺4号ライン安直かもしれないけど、4番さんが最後に時点で5も怪しいなんてのくっそ臭いんだよね。4番さんが霊能には俺は見えません。3番さんを釣りをしてる意味がわからない。3は最白。時点7だと思うんだけどな。俺は今日行きたくねえ、どこにも。これ6。ああ、そっか、占い神経か。7番。のプレイヤーは発言してください。はい、7番です。なんか追加禁止ルールをちょっと忘れてて捨ててしまいました。これ1周目だけでもうずっとなしなんでしょうか？ 2 周目はいいんですかね？ 4 番さん、すみません、ルールの把握が、本当申し訳ない。と同じ2周目追加していいんですかね？ 1 周目だけということだったのかな？ちょっと、OK なんだ。じゃあちょっと追加して、申し訳ない初日は。今思ってることをちょっと1個ずつ話していくと、まず8級占い師仕様なんだよね。このついて、あ、ダメなの？あ、しちゃったな。あ、ダメなんだ。じゃあ、40秒だったから、80秒から40秒も話しますね。気になったのは4番さんですね。4番さんの位置で霊能仕様ですよね。でも4番さん目線6番を黒いと思ってるんですよ。なんで3番を釣る意味があるんでしょうか？切って、8番のプレイヤーは発言してください。私、真の占い師なんですけど、さっきの発言、3番さんと4番さん間違えた。1周目では、7番さん釣り1、時点で3って言ったんですよ。ただ、3、4同じく来てたから間違えました。で、3番さん、1、2精査しなかったから、なんか、黒いなと思ったんですけど、2周目の発言で一気に白くなりました。だって3番さん、5、6、7、1、2が村目で見てんねんで。これ3番さん黒いは絶対ないでしょ。狼やったらこれからめっちゃきついやんと思って。で、9番さん、なぜ3番さん釣りしてはないと。なんで3番さん、4番さんが霊能使用してたんで、もし9番さん狼っていうか、占いやから、やばい。なんで、4番さん以外、7番さんは、9番さんが釣りをしてたから、7級ラインないと思って入れたくない。ということで、1、2、5、6の中から決めます。すいません。9番。1、2、5、6って言わなかったよ。はい、まず8番さんの今の発言聞きましたが、1、2、5、6って言いました。8番さんは6番さんに白を出しているのに、1、2、5、6って言いました。すげえしちゃった。8番さんの芯を切ってください。はい。はい。5番さんはもう真っ白です。5番さんは真っ白です。5番さんの言われました。私2周目7番さんの怪しい理由言いましたが、5番さんに言われました。はい。それが僕の中で1周目の7番さんの黒目だと思ってる。うん。3番さんも白いと思って、4番さんの一本して、これは、かなり白いと思ってる。3番さん白い。4番さんは今日釣れません。うん。霊能なんでね。だから4番さんは釣れない。4番さんじゃ5番さん真っ白だと思ってる。うん。だから2か7。2か7だったら俺は7の方が、黒いと思ってる。2番さんに関しては、4の四角も止まってない。納得です。2番さんか7番さんか7番さんの方が黒いかな。1周目の段階でもやっぱそう思ってたら7番さんに入れます。さっきの発言で8番さんのシーン切ってください。投票を始めてください。ありえん。オラじゃないべ。7番のプレイヤーが選ばれました。7番のプレイヤーは発言してください。ルールの把握もね、本当にすいませんでした。でもあらかた見えてきたのが4号ラインですね。まず4番さんの、黒四つからどんどん上げていくと、霊能使用してるんですよ。でも、霊能使用で霊能使用の2攻めですね。4番さん目線、6番さん黒いと思ってるんですよね。だったら4番さん目線、今日は3番じゃなく6つるっていう視点でもよかったんじゃないでしょうか。霊能使というのは村ですごく重要な役職ですよね。その点、6番を釣って6の色を見るっていう発言があったらよかったんじゃないでしょうか。なんで安直に3が黒いと言って3を釣り寄せたのか。3番さんの黒要素をそこまで上げていなかった印象で、5番さんね。5番さんって初日、4番一番怪しく見てるんですよね。4番怪しく見てるのに4番さんを2周目だって1回も叩いてないんですよ。霊能使用してから。確実に4号ラインだと思ってます。4番さん狼、5番さん狼で、4番さんが霊能使用したことから5番さんは4番に触れなくなった。こう考えるのが自然だと思います。で、5番さんは2周目に白く思ってると言いました。理由は何でしょうか。夜が来ました。目を閉じてください。人狼は目を開けてください。人狼はこれ3番さん行く？あ、聞こえなかったです。3。これ沢湯さん霊能だったら多分出てると思うし、この投票放棄今日アピ例かなと思うんだけどね。なんかたくまさんプツってますよ今声。あ、プツってる？あ、治ったかもしれないです。ああ、勝てるかなこれ。追加したら発言切らないと悪いっていうルール言ってたはず。釣りではないよ。昨夜は誰も死にませんでした。3号8番のプレイヤーは発言してください。よしよしよっしゃ、見つけたね。もうめっちゃ嬉しい。もうほんま嬉しい。5番黒。だから今日5番釣ってください。で、5番裏だった理由なんですけど、あと昨日の出演、ほんまにごめんなさいね。もうほんまおバカちゃん。でも5番を見つけたことがマジで嬉しい。で、1番さんが3676置いてるって言ってて、私3、最初に置いてるんで、最初に置いてた3番を白く置いてた1番さんは占いませんでした。で、昨日の投票を見て、7番さんに投票してるの259なんですよね。なんで、まあ、9と同じとこに投票してる人で25で、25の印象が5を最白みたいな感じで言ってて、5番さん色が全然自分的に分からなかったんで、裏だったら狼。でした。やったぜ。ほんで、なんで、そうですね。なんで2級で、今日は5番釣って、2番さんは、5の最白で、色見えてるから、色っていうか、まあ、同時円やから言ったのかなって思って、2人狼を9、強人で置いてます。で、今日、日課公園に行ったのかなと思って。なんで今日は絶対に5番さん。昨日の出現は忘れてください。今日は絶対に5番さんを釣ってくださいね。うん、295今日釣って、2人狼9強人で終わると思います。よろしくお願いします。9番のプレイヤーは発言してください。はい、3番さんと6番さんですかね。3番さんも、霊能ということでいいんですかね。チャットから。はい。3番さんと4番さんが霊能。ってなるとですよね。3番さん、ここからは追加ありですよね。追加しますね。3、4だったら3の方が神明。だから僕、8番さん狼出てると思うんですよね。8番さん狼だと思う。8番さん、やっぱ昨日出現したのは皆さん聞いてます。それを忘れてください。それでシーン見れますか？逆に。はい。これで僕、店で見られたらもうびっくりしますよ。逆に。はい。俺、8番さん狼出てると思ってて、7番さん白。だとしたら、3、4番さん狂人、6番さんで囲われてるって線も、一理あるかなと思っております。はい。7番さん白。俺7番さんはね、怪しいと思ってたんだけどな。はい。で、8番さん、釣りでお願いします。霊能だったら4番さんいきます。どうなるのかちょっとよくわかってません。はい。5番さんも白だと思ってます。5番さんは昨日言いました。僕は5番さんの蔵を追ってません。なので5番さん釣りは飲めません。なので今日8番さん投票でお願いします。はい。8番さんの昨日の出現。皆さんあれでシーンを終えますか？はい。1番のプレイヤーは発言してください。いいですよね。じゃあプラスします。僕カリードです。3番グッジョブです。3番グッジョブです。で、僕のカリードを疑う人が一応いるでしょ。一応いるでしょ。だから一応言っておきます。8番目線で考えた場合って、4と5以外は全員白ですよね。まあ3も含めてもいいでしょう。3も含めていいでしょう。その場合全員白ですね。9番目線、僕、白だって白ですね。わかりますね。ここまで。ってことは僕、隠白ですからね。僕も疑うのやめてもらっていいですね。これでもう疑ったらマジで割れますからね。で、リバーさんも確定白ですね。この盤面で考えた場合。確定白ですね。もうあとは、9番さん目線で考えた場合、5か6ですよね。4の C はもう切りますよ。4の C は切りますよ。グッチョも起きてますし、3番が出てきてます。で、もう、発言の時点で4番が西だった場合って、もう2、3のどっちかなんですよ。だから僕は3番守った。3番が放棄してるってことを考えたら、多分4番入れなかったのかなっていう手で考えたから、グッチョも送りましたっていうところなんですよ、本音。はい。だから4番のシーンは切ってくださいね。今日4番を釣ります。9番目線は5か6が狼ですよね。ですよね。5か6が狼ですよね。そうした場合って9番さん目線も結構5黒硬くないですか？なんで俺結構9のシーンを切りたくなってきてるんですが、だから5いってもいいよっていう発言出てもおかしくないと思うんですけどね。今日4釣りますよ、僕は。だってもうグッチョも起きてるもん。占い狼ってことも考えられなくはないですけどね。位置的にも。ただ、6番さんの言った通り、4番がなぜ3行きたいかっていうのが分からないんですよね。昨日の発言を聞いた場合、4番の目線だったら5行きたくなりませんかねっていうのは疑問なんですよね、ずっと。2番のプレイヤーは発言してください。今日は5番と8番の決め打ち指ですね、多分。4番さん、俺まだ芯全然切れないよ。1個言うけど、この状況になったら3番さん、強靭グッジョブまであると思ってる。3番さん、4番さんでどっちが霊能者たる動きをしてたか。3番さんは2日目まで発言はしてない。潜伏を決め込む前提の発言をしていた。なのに初日の1周目で1番さん、2番さんに投票しないと言った。役職を持っていて自分が絶対に死んではいけない状態で2枚白置きするのはかなり危険だと思う。で、2周目の発言でめちゃくちゃ白を置いた。噛まれたくない狂人全然あると思う。そう。だから、3番さんから霊能者出るんだったら、俺かなり分かんなくなってきた。だから今日は5、8の決め打ち日でいいと思う。そう。で、僕は占いが進路だと思ってる。で、9番さんの指摘が真っ当だと思うのと、僕はスケール的に5番さん最白。僕は8番さんに行こうと思ってる。霊能の真偽は別にとりあえず置いとけばいいと思ってる。進路はあんまりないと思ってる。まあ3番さんシーンも全然ある。3番さんシーンで、2周目でめっちゃ白く置くのは噛まれたくないからっていう思考は全然わかる。3番さんシーン、4番さんシーン両方とも別にあると思ってる。グッジョブ起きたから4番さん釣りっていうよりは、今日は5、8決め打ち日でいいと思う。占い決め打たないと名は余裕ない。霊能決め打つより5、8の決め打ちの方が村視点やりやすいと思うし。僕は現状8番さんに行こうと思ってます。はい。時間余っちゃったな。うん、霊能の真偽は、ちょっとめっちゃ考えるわ。初日の発言を思い出して、どっちが霊能たる発言だったかっていうのは考えておきます。で、9番さんが、西白、まあ、わかる。最白い位置占って、そこ黒だったら怖いよねっていう選挙を切れる位置だったから占うよねって、うん、わかる。58決め打ち日だと思ってます。はい、以上。3番のプレイヤーは発言してください。ああ。2番さん、今の発言、本当に村かなと思っちゃった、正直。今日どう考えても5でしょう。うん。で、俺が昨日投票破棄した理由なんだけど、もう4の偽が透けてたから、うん、俺が霊能なんだけど、4番霊能使用したでしょ。つられ回避でも役割出れない。というところで、自分は投票破棄しました。自分言ってましたけど、5、6、7、1、2、釣られるんだったら、村釣りたくない。投票破棄しましたね。で、1番さん出て3グッジョブでしょ。これ、俺も死んで決め打っていいでしょ。圧倒的に。4番さん、人狼か狂人でしょ。完全にない。58だったら5釣りたいかな。理由はね、98天秤にかけた時に、確かに発言は9番さんの方が伸びてる。でも9番さん目線の人狼でも6番さんしかいないんだよ。1狩りの対抗いないんでしょ。で、3グッジョブ。で、2村でしょ。わかります？で、5黒打てないでしょ、これ。9番さん目線の人狼って6番さんしかいないんですよ。それがありえないと思ってる。6番もうかなり村置きしてるから、自分は。で、9番さんして誰占うんですか？っていう話になっちゃうんですけど、自分の中で。ローラーするんだったら4番さんから釣ってもらいたいな。58行くんだったら間違いなく5一択かなと思ってるけど。9番3名線だったら明日6に黒打つんでしょ。6黒は俺見てないよ。初日に釣り値上げなかったよね。俺あれもう村人のムーブだと思ってるから、絶対に狼だったら釣り値上げてくるんだよ。わかります？自分の言ってることが。でも確かに8番さんね、6入れたのすごい気になったけどね、そこの点踏まえるとね、ちょっとフラットに戻っちゃうんだけど、でも9番さんの残りの黒い位置を考えると、6黒ありえないから9の2攻めがぐっと上がるんで。で、やっぱり1番さん言ってる考察正しいかなと思うよ。1番さん間違いなく新狩りでしょ。今日5番さんから行きますけど、あと4番さんに聞こうかな。5番さん釣ってもいいのかっていうことを。聞いておくといいと思う。4番のプレイヤーは発言してください。これ、俺目線5も黒あり得るんだけど、これ、ウォルトさんが、3超えしたの？俺、噛んでないんじゃないかなって思うんだよね。うん、噛んでない可能性も俺追ってるよ。3番って投票放棄でしょ？これ、俺、狂人アピールだと思うんだよね。ってなると、占いに狼でしょ？で、8番さんって出現してんだよね。6を釣り位置に上げてるから。だから俺はもう新規って昨日8番に投票してます。その時点で俺が狂人ないのを分かってほしい。で、自分が狂人なければ真。で、3番さんは投票放棄してるから狂人でしょ。だから3番さん目線、8、9に人狼がいるから、人狼目が追ってる5を釣りをしてるんじゃないかな。で、7番さん白だったから、今日確実に人外釣らないと PP で負けなんだよね。だから3番さんの共鳴が高いことから、今日占いに狼いるから、確実にここは人外釣らないと悪いから、もう8番さんの6番さん白出してるのに、そこを釣り位置に上げたのはもう確実に出現だよね。だからもう8番、確実に人外で見て、自分は8番。釣ります。もう8番死んだったら負けだけど、もうあの出現は俺死んで見てないな。もう8番に入れます。5番のプレイヤーは発言してください。今日は8釣りしか飲めないですよ。8番さんが6の精査をしたっていう出現もあるんだけども、他の拾われてないんだけど、8番さんって2狼9強って言ったんだけど、どういうことですかそれって。8番さんは5が黒だって主張するんですよね。3、4は何なんですか？これ明らかに破綻してますよね。これで8番さんの真見る人いるんですかってことですよ。これで釣られたら僕、ね、相当悲しいですよ。絶対8番さん釣ってください。あの発言で真見る人がいるっていうのはね、わからない。8番さん釣りしかありえないですね。うん。で、強めで見えるところが結構ある。7番さん狂人もあると思ってるし、霊能も今日あると思っている。8番さん人狼でしょ多分。うん。いや、8号のロール囲いとかないでしょどう見ても。8番さんが偽であるってことはもうわかると思うんだけども、8、5の労働確保もさすがにないと思ってほしいですよ。うん。もう9が死んで、1、2は白。もう今日8するしかないです。それしかありえない。6番のプレイヤーは発言してください。いやいやいや、もう俺今日は確定で、もう村目線で、もう2番さんちょっと分かってほしいんだけど、なんで4番さんのシーンが終えるのかがもう意味が分からないんだけど、マジで。うん。1番さん3でグッズ起きてんでしょ。うん。もう4確定で2世でしょ。正直占いは分かんないね。うん。9番さんもよく分かんないし、うん、8番さんも出現してるし、分かんないけど、うん、9番さん目線、俺が狼なんでしょ。うん。それないからもう俺は9番さんシーン切れるよ。うん。俺はね、俺は村って自分のこと分かってるから、俺は切れるよ。9番さんのシーンをね。うん。いや今日もうさ、読んでよくない？もう明らかに偽でしょ。うん。いや、村だったら分からないかな、4が偽ってことが。3、4で手見かけて確実に4が偽でしょ。でさ、5番さんっていう、4番さん目線別に5番さんいけることないか。うん。狼の確率高いでしょ。もう俺はほんと4号でロックしてますよ。うん、もうそのレベル。うん。5番さん全然4番さんと3番さん触れないしね。うん。うん、8、9がどっちが真か知らないけど、まあ8番さんが5に黒出してんで、8が真なんじゃないかなと思ってるけどね。うん。正直どっちか真かわかんないけど、9番さん目線別に5番さん黒あるしね。うん。全然俺は、もう4号で終わると思ってますよ。俺はね。うん。で、俺は村なんで、そうなってくると9番さんの真は必然的に切れます。うん。今日もう4いきませんかね、村目線。4でよくないですか。うん。で、5と8の精査明日すればいいと思ってる。だ4いきません。確定で偽な。俺はもう4入れますよ。一番最後で、うん。まあ俺は誘導してるみたいに言われたくないけど、俺は4入れます。はい、以上。投票を始めてください。ありえん。オラじゃないべ。これ9噛めばいいのか。4番のプレイヤーは発言してください。もう狼分かりました。6八人狼3強人。6八人狼3強人。もうこれでもう投票からすっかり分かりましたね。初日に、俺6番さんやっぱ黒いと思ったんだよね。誰一人に初日黒塗りしなかったんだよね、6番さんって。だからね、そこを白って言って8番さんかなり偽目で見てたんだよね。で、モノズーさんがウォルトさんに白を打ってるでしょ。モノズーさんが白いとこに白を打ってる時点で、もうこれで、強人だったらメリットないよね。で、しかもウォルトさん狩りでしょ。だからもう8番さん、しかも出現してるからね。だから6、8人狼3強人。なんで今日8釣れないと負けるからね。7番さん白だったんで。8番。のプレイヤーは発言してください。はい、もうめっちゃ楽しくなってきた。4番さんに入れた理由は、6番さん、4番さんに入れてるって言ったし、票が私に集まってたんで、5番さん入れたら票割れるなと思って4番さんに入れました。で、まあ、出現したことはごめん。でもまあ、今日、てかな、4番さん出現あったやん。私がシンやったら PP 起こるって言ったやん。なんで PP 起こるってこの時点でわかるんかなと思って。あと、チャット見てなかったです。ほんまにごめんなさい。で、まあ、1番さんが3番さん守りでグッチョブ起きてることから、1、3絶対真なんですよ。で、4番さんの噛んでないんちゃうっていう発言もおかしいやん。で、2番さんに言いたい。で、もう5、9、4は狼陣営なんで、2番さんに問いたい。噛んでないんちゃうんってありえへんやん。で、ほんで PP、うちが真やったら PP 起こるんちゃうんっていう発言もおかしいと思う。2番さんに問いたい。これ8強か。投票を始めてください。8強だから、これ4噛んだ方がいいか、もし釣られなかったら。マジで。夜が来ました。これ PP できるんかな。目を開けてください。これ PP できるんかな。ただまだ7人だから PP はできないと思いますよ。1、2、3、4、5、6。ああ、できないか。8釣れれば。これ8強だね、多分。うん、なんか出現多いですよね。誤爆あるのが怖いですね。角黒なりそうな気がするな。PP ならないね。朝が来ました。昨夜死んだのは1番。2番のプレイヤーは発言してください。はい。一応占い4黒ですか。8番さん4号黒。ああ、9番さん教授の3番さんシンという視点ですか。なるほど。うん、じゃあもうこうなったらあんまり言う意味ないんだけど、昨日段階霊能者俺どっちが進化は判別つかなかったから、3番さんが6番さんが、初日2週目に釣り位置を上げなかったから、白いよねっていう話をした。でも、6番さんの初日2週目の発言っていうのは、まず最初に5番さんが釣り位置を上げなかったから黒いって言った。で最終的に、ああダメだ自分も釣り位置わかんねえっていう発言を残して去っていった。めっちゃブーメラン投げたやんと思った。で、かつ3番さんの釣り位置上げないのが村だと思うっていう視点があるのであれば、6番さん同様、5番さんも白く見えるはず。そう。で、今日1番さんが飛んだことによって、投票的に8番さん釣れると思う。俺これ村勝てると思ってる。たくまさん真な気がする。ていうか、たくまさん真でしょ。6番さん視点も結構思考おかしくて、6番さん視点3、4の真偽ついてないんだったら、6番さん絶対5番さん行くべきじゃん。ね、村が4番さん釣りの方が飲んでくれそうだから4番さんに行ったような視点にしか見えなかった。2番さんと5番さんの票が動かせそうな4番さんの思考に一体票にしか見えなかった。6、8、狼、3、狂人。間違ってたらごめんだけど、やっぱり僕5番さんは真っ白に見える。うん。一応逆パターンも考えるか。逆パターン、8番さん、4号狼、9狂人。9狂人で1白出す。で、その次の日2白だよ。囲う気全くないじゃん。やっぱり追えない。うん。やっぱりブレないは6、8、狼、3、狂人。で、たくまさん、真。終わり。3番のプレイヤーは発言してください。待て。2番さん、とんだミスリードしてるぞ。このままだったら負けるぞ。今回のキーポイント2番さんなんだよ。これな、3票も入るの決まってんねん。2番さんがな、どこ入れるか勝負決まるんだよ。6番さん、村置きするのおかしいって言ったけど、そんなおかしいか。初日スリーチ上げなかったぞ。狼の無謀じゃないだろ、あれどう考えたって。で、9番3メス、6黒出すしかないんだよ。これ、タクマッチの誘導ね、6、8人狼、3強人に見てますって、9番3強人にそれを出したんでしょって。6黒出したらもう9強しか追えんぞ。これ、8、4号でしょ ?7 も4号って言ってたじゃん。2番さん、よく思い出してよ。よく思い出してよ。これウォルトが噛まれたのきついな、これ。あ、正直、ここで1噛まれてなかった勝機あったな。結局さ、だってさ、タクマッチってさ、1番さんのこと怪しめで見てたでしょ。でさ、初日に8番さん入れました、芯切ったんでって言うけどさ、初日って占いローラの盤面じゃないじゃん。グレー詰めの盤面であんなの8入れたって何の手順もならんやろ。2番さんわかるそれ。5番さん黒は確かに俺も追ってなかったよ。でもこれもう9が6黒出してても9強確定なんで、8芯確定4号ローね。4、5ロー。わかるかな。いや、これ2番さんマジわからんかな。間違ってたらごめん。マジで間違ってたらごめんやで。本当に。ごめんっていう未来しか見えてないよ、俺には、あなたが。2番さん。マジで。わかります？ちょっと俺のこと信じてほしいな。どうやったら信じてもらえるんだろう。村探すの得意なんですよね。タクマッチとかって怪しい目線から入っていくけど、俺逆なんでやり方が。村探していくタイプの人間だから。ちょっと信じて、この村民ランキング3位の俺を。信じてくれや、2番さん。肉焼くんで、また。4番のプレイヤーは発言してください。やっぱり内訳当たってたね。けどよかった、昨日釣りなしで。俺が釣られてたら負けてたからね。もう7番さん白だったから。で、3番さんの初日の投票放棄を本当もあれで強靭で見てほしい。だから俺が真。で、8番さんが俺に黒でしょ。で、俺が黒だったら、相方5番さんだよね。5、4人狼ってことは、8、9神教でなるよね。8、9神狼なら俺目線占いどっち神かわかんないよね。5、4人狼であれば。ってなると、俺が初日に8に投票するメリットってないよね。占いどっち真かわかんないのに。真か偽かわかんないのに。投票するメリットはない。で、8番さんが初日の最後に6番さんを釣り位置に上げたからも確実な人外って判断して、俺は初日に8番さん投票してる。7番さんに投票してないからね。7番さん結果白だったから、で、3番さんの投票放棄、8番さんの出現、これでもう負けたらほんと悔しい。で、6番さんの俺釣り押し、もう8番さん釣られたくないからだよね。だからもう今日絶対8番釣らないと負けるから。だからね、モノズーさんと初サブレさんは頑張ってくださいね。俺釣られたら負けなんで、ここだけは絶対負けたくない。とりあえず8番さんの出現と3番さんの投票放棄の今日はピ。うん、これで勝てると思ってる。今日8番さん投票してください。5番のプレイヤーは発言してください。今日絶対8釣り。うん、8番さん昨日もね、おかしいこと言ったんですよ。なんで8番さん目線3が真って決め打てるんでしょうか、うん、3が強靭っていう線もないんでしょうか、うん、そういった精査がないことを3番さんの釣りよりじゃないですか。で、4に黒出す準備じゃないですか。うん。8番さんの数々の出現ありましたよね。うん。白先の精査をしたり、うん。3、4をなぜか人外で見ないような発言をしたり、うん。あんな発言があって、8の死見る人いるんですかってことですよ。うん、で、昨日の時点では、まあ、4番さんが黒だった場合、4、8っていうのもなくはないかなと思っていたけど、うん。でも今日でなくなりましたね、その線は。もうね、3番さんと4番さんの真偽っていうのはね、もういいんですよ。もう新居。6番と8番が人狼。うん、多分3番さん強人だと思うけど、6、8人狼3強人。で、6番さんって、あれでしょ、その2番さんも言ってたけど、うん、なんで4に入れたんですかってことですよ。1番さんも、黒が出てる僕じゃなくて4に行くんですか。さっきも言ったけど、8番さん目線って3、4の真偽、昨日の時点ではついてないはずなんですよ。なんで5に行かないで4なんですかってことですよ。8番さんずるしかありえないですよ、この場面は。もういや、本当にね、2番さんが村人陣営でもうしっかり村になる発言をしてくれて、本当に助かったと思ってます。この後ね、6番さん、8番さんっていうね、人外が続くんで、ちょっとね、誘導されちゃうかもしれないけど、9番さんが最後に、かっちりね、締めていただければと思います。絶対8番さん来てください。以上です。6番のプレイヤーは発言してください。2番さんね、もうね、マジでちょっとね、その思考解いて、本当に。まずもう弁解しかしないわ、じゃあ2番さんに。もうこの村、キーポイント2番さんだから。うん。8番に入れたらね、ごめんだけどじゃない。ごめんです、それ。うん。俺3、4いつフラットって言った？一言も言ってないぞ、そんなことまず。4番さんのシーンはないって言ってる。で、何？ 2 日目に6番さんも釣り位置上げてないって。だから俺4号が狼に見えて4番さんが霊能使用したけど、霊能は釣れないでしょ。でも俺目線はもう4番さんシーンなかったの。で、5番さんがね、うん。釣ろうかなと思ったんだけど、なんかみんな村目線なんか白い言っててさ、うん、何言ってんのかなと思って、で、俺はもうね、4号以外見てなかったの。1周目の2日目には。うん、だからもうそれ以外は釣りたくなかったの。もう村で見えてたからね。うん、だから釣り位置を言わなかっただけです。うん。だから4番さん、霊能使用してたけど、俺目線ではもうね、2セット確定してたの。もうなんかね、明らかにもうね、なんか人外臭かったんですよ。うん。だけど、村目線で言ったら、霊能の可能性はあるでしょ？数%ね。だから4番さんには入れられない。で、5番さんもなんかみんな白言って釣られないと思ったんで、うん、だから俺はね、釣り位置を上げなかっただけ。うん、それだけですよ。もうね、2番さん頼むわ。あなた村のキーポイント、本当に。うん。本当に。もう、4番さん昨日言った理由だから、もう3、4フラットなんか一言も言ってないし、もう4のシーンはないって言ってるからね、俺何回も何回も。もう、頼むわ、本当に2番さん。マジで。うん。もう今日は4、5どっちでもいいけど、まあ俺が8番さんに入れるって方に入れますわ。もう頼むわ、マジで。はい、以上。8番のプレイヤーは発言してください。もう2番さんにしか喋りかけらへん、今から。で、今日は、3、4、6、2番さんは、とりあえず、サブレさん、5番さんに入れてください。投票を合わせましょう。で、まあ、失言、やっぱ言われると、心と耳が痛い。ごめんなさい。で、5番さん、4番さんから言おうかな。2番さん聞いといてな。2番さんが、村の救世主やから。2番さんが私のことを信じてくれたら私たちは勝てる。今かなり狼が有利。4号狼、9強人。だからめっちゃ大変。言いますね。まず4番さん、まず3を死んで打った理由、5番さんが問いかけてたんですが、私3番さんはずっと白いと思ってたんですよ、2周目で。5、6、7、1、2白で上げてるんですよ。強人やったらそんな白上げるメリットないやん。だから、3はまあ白いなと思ってましたと。で、次の日1番さんが3番さんにグッジョブであったんで、3はもう確実に白やなと。で、まあ、例のも出てたから、4番さんと3番さんやったら3番さんの方が真っぽい。で、グッジョブ出てることから村人であると思いました。うん。で、2番さん、自分の心に問いかけて。残されている理由は何だ？ 1 番さんがカリルだったが、2番さんがミスリードしていたから狼は残しているんです。9番さんの発言は聞かなくていいよ。2番さん、今日は5番さんに入れよう。頑張ろう、絶対勝てる。9番。うわ、感情に訴えてきた。はい、8釣りしか飲めません。はい、6番さん、黒でした。はい、5番さんは正直初日から黒は追ってません。で、6番さん、8番さん、おそらく狼だと思います。8番さん、狼で出てると思います。6番さん、8番さん、狼で3、4に狂人がいる。っていう時点で、8番さん、もしくは6番さん以外を釣った場合、負けます。はい。と言っておきます。はい。で、8番さんの今の発4、6、2は5番さんに合わせてください。8番さんは4番さんに黒を出してるんですよね。はい。8番さんは何？敵陣営に票を合わせてくださいって言ってるんですかね。はい。そして初日の6番さんのこれパッション的には人外陣営負けてんだよな。で、6番さん、昨日占いはわからない。これすっげえライン戦だよな。9の、9が、うんちゃらって、何ですか？はい。6番さん、初日、釣り1入れない。やっぱこのレグ、究極だわ。でしょうね。はい。4号ラインであれば、5番さんの黒目を言うはず。そういうところです。はい。6、8、狼で見てます。はい。今日8釣りしか見てますって言っちゃった。それ以外釣った場合、負けます。はい。今日は2番さん、8番さんに入れてください。はい、勝ちましょう。投票を始めてください。ああ、パッション的に459負けてるよな。ああ、これ、沢優さんが動くかな。8番。ああ、よかった。選ばれました。あ、ハルファイターさんが4に入れてんだ。8番のプレイヤーは。発言してください。また出現しちゃったぜ。そっか、3番さん、4番さんに入れたのか。2番さん、待って。5、4、5、9、4、5、4、5、人狼、9、強人なんで、うん、明日 PP。うん。2番さんは、うん、絶対9番さんは死なんから、もう。4、5、9、絶対しないからもう。ただ、今日負けたのは私のせいです。私が失言したからです。それはほんまに認める。でもほんまに楽しかったです。でもほんまにありがとうと言いたい。参加させてくれて。ただ、459は絶対死なへんから、まあでも明日 PP なんで、ただ、ほんまにもう一回謝ります。ごめんなさい、失言。ただほんまに参加させてもらってありがたかったです。失言ごめんなさい、ありがとうございました。夜が来ました。目を閉じてください。いや、これは沢柳さん、噛んであげないと。人狼は人を殺してください。6釣りで終わりだよね。6釣りをそう。はい。了解です。ああ、よかった。ちょっとパッション的に負けてたね、俺ら。やばかった。いや、接戦でしたね。ああ。いやー、ライン戦面白いわ。これ3人の白さと3人の黒さの対決だからね。いやー、これ勝てると思わなかったな。これモノズーさんがウォルトさんに白出しが助かったと、町屋さんの出現があったから助かったんだよな。昨夜死んだのは2番あ、みゆみゆちゃんありがとうございます。発言してください。タクマッチは2番さんに恥をかかせないために2番さん噛んであげたんだね。優しいね。はあ、いやもういいですいいです。もう負けなんでもいいですよ。2番さんマジか。まあさ、青いな。この俺のさ、白を見つける能力のすごさ分かってや、普通に。どこに俺の発言、矛盾があったの？どう考えても、たくまちと俺比べたらもう8、2ぐらいの割合で俺のが芯取れてたでしょ。あそこで4黒出した8の芯、なんで追えないの？申し訳ないけど、人狼殺界で一番村見つける能力が高いと思ってるよ。まあ、しょうがない。4号機おめでとう。4番。のプレイヤーは発言してください。いやー、ほんとこれしんどかった。まあけどほんと出現と3番さんの投票放棄に助けられたと俺は思ってる。いや、モノズーさんとハトサブレさんありがとうございました。じゃあ今日は6番さん投票でお願いします。5番のプレイヤーは発言してください。はい、6投票します。9番さん、本当ね、うまかったです。いやー、6、いや、5真っ白って言ってくれて、すごい助かりました、あのムーブが。で、あ、まあ、後でいいか、感想戦は。この後やりますよね。まあ、今日は6に入れます。6番のプレイヤーは発言してください。ああ、俺の1000年に一度の4号ラインが当たっていた奇跡が、負けで終わるとは。かわいそうですね、僕。はい、お疲れ様でした。9番のプレイヤーは発言してください。6に入れます。4番さん、5番さん、ありがとうございます。めっちゃ緊張した。もうマジで死ぬかと思った。あ、もう最後の発言、本当にきつい。よかった。6番さんに入れます。お疲れ様です。投票を始めてください。いやー、このレギュレーションライン戦面白いね、やっぱり。6番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了。人狼の勝ちです。いやー、よかった。人狼殺のライブ配信毎日やってます。チャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね。